はいどうも、ヘビフロッグと申します。というわけで今回はこの大量のミルワームたちにこの道に落ちていたハリガネムシを与えます。この前ハリガネムシを動画に出してみたところ、ミルワームに与えたらミルワームはハリガネムシを食べるのか?という疑問を持った方がたくさんいたんですよね。ですので今回はこのミルワームちゃんたちにハリガネムシを与えます。このハリガネムシは道端に落ちていたもうすでに死んでいるハリガネムシです。ハリガネムシが硬い理由は口くらで覆われているからです。それではそのような硬いハリガネムシをこのミルワームたちは食べれるのか、これを検証します。というわけで早速やっていきましょう。というわけで早速与えていきます。くらい、さあ食べてくれるか。さっきも言ったんですが、もうすでにハリガネムシは死んでいるので、ハリガネムシが苦しむことはありません。お、集まってきてます。ですが、なかなか噛みつきません。一応集まってきてはいるんですけどね。お、ここら辺は噛みついているのが数匹います。お、こっちも集まってますね。さあ、食べれるのか?集まってきてはいるんですが、まだ食べている様子はありません。ただこのように集まってきているので、食べれるということは認知しているようです。さあ食えるか?ここら辺は頑張って噛みついてます。頑張って噛みついてはいるんですが、なかなか硬そうですね。顎をあまり動かしてません。こういう感じで頑張って噛みついてはいるんですが、食べれている様子はありません。硬いのでミルワームの顎の力では噛みちぎれないのかもしれません。頑張って食べようとはしています。与える前は水の中に入れていたので潤っていたんですが、20分ほどこのように放置していたので、かなり干からびてきています。ハリガネムシは名前の由来の通り、乾燥したらかなり硬くなるんですよね。ずっとこのままであれば食べれなくなる可能性の方が高いですね。ちなみに取り出してみたんですが、かなり乾燥してます。触ってみると、乾燥された海藻のような感触です。少し強めに引っ張っているんですが、ちぎれる様子はありませんね。昔、ドゥビアというゴキブリを与えた時も、ドゥビアの硬い部分は残していたんですよね。このハリガネムシも硬くなっているので、食べれない可能性は大いにあります。それではもう1時間ぐらい放置して、全く食べれていないのであれば、食べれないという判断をします。というわけで1時間経ちました。じゃあ早速確認します。うわ、全く食べられてません。というよりミルワームはもうすでに食べることを放棄してます。食べれないものだと分かったのか、今は1匹も食べていません。ミルワームはこのハリガネムシを食べられないということですね。ちなみに触ってみた感触はさっき以上に乾燥して硬くなってます。かなり硬いですね。まるで針金のように硬いです。これが針金虫と言われる理由ですね。体の水分が抜けて硬い部分だけになってます。これはさすがにミルワームでも食べれません。はい、というわけでミルワームに針金虫を与えてみた結果、食べられなかったでした。というわけで今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。